ちょっと久しぶりにライブ始めます。はい、こんにちは。今日はみんなお盆休みですかね。ちょっとね、今日はすごい雨でね、すごい雨なんで、もうちょっと終わりました。お店の方終了して、もうせっかくやから久しぶりにライブ配信をしたいと思いますね。で、今日はあれですよ、ユナイトの抽選ですね。結果発表でしたけども、クラブジムの結果発表でしたけども、皆さんいかがでしたか？その辺ね、どんな感じかなっていうのをね、聞こうかなと思ってて、状況をみんな当たってるんかなみたいな、応募してるんかなみたいな感じが。雨はね、結構めっちゃ降ったりパラパラだったりっていう繰り返しですね。なんかずっと雨ですわね、毎日毎日。最近雨がちょっと全国的にずっと分雨みたいで、なんか九州とか広島とかすごいね、ニュース見てるとちょっと大変なことになってる、氾濫したりとかねして大変なことになってるようなんですけども、ちょっと怖いですね。また雨が続きそうなんで、皆さんも注意してくださいね。まあそんな最中の抽選なんですけども、どうでした？もうほとんどね、これ今回のライブは、まあ私大阪なんですけども、大阪城ホールね、土日なんですね。大阪城ホールのミスチルとのコラボの方は土日なんですけども、最大でもね、1日5000人ね、今の条件で言いましたら1日5000人なんで、2日合わせて1万人しか入れないというね、本当に狭き門でありながら、もうね、最初のビーパーのやつはビーパーは落選したんです。私もね、落選しちゃって、今日の、クラブジムの登録発表ということでね、こういう状況なんですけども、まあちょっと実は私ね、また見てないんですよ。だからこのライブでちょっと開けてね、メール来てるんですけども、開けてね、ちょっとここで確認してみようかなと思いますね。皆さんのパワーをいただきながらっていう感じでね、ちらほらとね、見てると当たってる方いらっしゃいますよね。ね、皆さん当たってる人とか、まあ、外れ多いやろな、それはしゃあないですけどね。もう外れダメ元なんでしゃあないんですけども、落選、YOさん当たってましたねYOさん投稿で今投稿見ました、当選しちゃいましたね。すごいですね。いやすごい、当たるんやみたいな ね、特にまたこの、クラブジムでしょ。クラブジムってなんか当たるイメージないんでね、すごいなと思いましたね。横浜アリーナすべて落選です。今回応募していませんね。それもあると思うんですよ。もうなかなか今回はもう応募やめようかなとね、まあコロナがね広がってるから、そんな中ね行くのもどうかなっていう声も結構聞きます。皆さんの声もね、なんか行ける人の中でってことではあるんですけどもね、ビーズファンもいればミスチルファンもいるってことでね、本当大激戦ですね。そんな中当たった人を見るとね、まあ自分がもし当たらなかっても知ってる人とかが当たっていけるんなら、それはそれで嬉しいなという気持ちになってますね。だからどんな状況なのかあんまりちょっとね言いづらい人もいらっしゃると思うんですけどね。でも当たったからには楽しい、まあルールはありますけどね。すごく長文のね、今回のコロナ禍でのライブ開催にあたってのルールというのはしっかりで書き込まれてましたから、まあそのルールに従って楽しんでいただきたいなと思いますね。ダメでした、ダメでした、しゃあないですよね。まだまだチャンスはありますよ。でも、クラブジム枠は今まで全て落選してたからびっくりでしたね。あんまり当たるイメージなかったんですけどね、クラブジム。すごいな。YOさんは一人で当たりました？一人で申し込んだのかな。結構ね、この間の、ね、ビーパーね、一時受付のビーパーで申し込んだ人は、見てる限りなんか二人申し込みで当たってる人多かったなという印象なんですけども、今回はね、一人でもちょこちょこ当たってるような気がしました。おっ、エンさんかな、クラブジムで当選しました。おお、おめでとうすごい、いやすごいな、当たる人当たるんや。配信は両方購入しましたね。配信はもう両方購入しましょうね、当たっても当たらなくても配信はね、見れますんで、その辺がちょっと気持ち的に楽じゃないですかね。配信で見れるっていうのが楽、個人的に楽やし嬉しいですね。こうありがたいですね、配信やっていただけるっていうのがね。申し込みは断念、あ結構断念してる人いますね、意外と。申し込んで
当たる当たらないもあるけどもね。和洋さん、自分は一人です。あ、一人申し込みかね。一人申し込みパラパラとなんか見かけた気がするんで、ひょっとしたら今回はそういうチャンス、一人でもチャンスあるのかなという印象ですね。うん、ビーバーが二人多かったから、まあ見ただけですけどね、うん、あの集計取ったわけではないんですけども、そんな印象やったんで、一人申し込みが今回はちょっと当たってるっていう印象ですね。だからちょっと今から、うん、見ようかな。うわ怖いな、ドキドキするなもうダメ元やねんけど、これこの間はね、あのもう録画で、あの動画、あの YouTube でね、あのやったんですけどもね、その登録発表を見るっていうね、いまいちリアル感伝わらないかなと思ったんで、もうライブ配信で今日は登録発表もうめっちゃ見たいと思います。え、ミスチル好きな人と申し込んで当選、お互いのいいとこを働いたい。あ、そうか、ミスチルファンとね一緒に入ってね、それもね珍しいですね。よしよし、ちょっと見ようか、せっかくやから。結構申し込んでないやったらいけるんかな。なんか当たってる、今のところね、当たってる人の印象がなんかアクティブな人あのSNS によく登場する方とか、アクティブな感じにどこでも行きますよっていう感じの人がめっちゃ当たってるなっていう印象もあるんですよ。うん、まあ印象だけなんですけどね、私の個人的な。だけどやっぱりね、申し込んでない人が多いと思うんですね。アクティブな人はまあガンガン攻めるから、あのまあコロナとか関係なしにね、あの申し込んでおられるし、ちょっとね控えようかなっていう方が結構いらっしゃるから、そういう方が目立ってるんかもしれないんですけども、結構ねアクティブな方が当たってる印象なんですよね。うん、だからチャンスはあるのかなと。まあ、私アクティブかどうか分かんないけども、あの申し込んでるんでね、チャンスあるかなと思います。ちょっと見ようか、ちょっと見よう、ちょっと待ってよ、来てるはずやに、ちょっとメール埋もれちゃうんですね、すぐにね。これ来てるわ、来てます。これやな、メールこれボタン押した途端に出てくるわけでしょ。はあ、深呼吸をしよう。どうか、緊張するわやっぱりパワーをください、パワーをパワーください。よし、行きますよ。あ、今日まあお申し込みいただいたチケットにつきまして、厳正なる抽選を行った結果、残念ながらチケットのご用意ができませんでした。ダメでしたね。もう一瞬で終わった。はい、以上。ダメでした。はい、外れあかんな、やっぱり。なかなか今回はむずいぞ。ね、私の場合は第一希望で、大阪城ホールの土曜日かな、1日目を第一希望で、第二希望を、日曜にしてたんですけども、で今初めて見ました。ね、ずっともう昼間来てるのに知ってたけども、なかなか開けられへんから、また動画でも撮ろうかなと思ったんですけども、今ちょっとね、ライブ配信の形で、今、初めて見たんですけども、ダメでした。はい。抽選の結果、外れ。ということは、残りのチャンスが、ファミマとセブンイレブンね、ピアノ、うん。ここは最大の最後のチャンスになるのかな。最後じゃないけどね。まあ、可能性のあるチャンスになるのかなって感じですね。うん、ここは無理やったらもうちょっとしんどいな、やっぱりクラブジムまで無理やったら。ミスチルの方のファンクラブの方も抽選とかあったんでしょ。もうここまで埋まってきてるともうほとんど残ってないんちゃうと思っちゃいますね。ワイさん、あの楽しんでください、私の分まで。でも私も追いつきますからね。はい、残念でした。倍率高いですよね、それはね。なんだかんだ言ったって、ちょっと可能性を自分で見出そうと思ったけども、いやこれがあの現実。残念やなあ。どんまい、ありがとうございます。そう、もうダメ元やからね。でダメ元っていう気持ちいるのと、配信があるからっていうので、まあちょっといつもほどショックは受けないけどもやっぱりね、行きたいですよね、ライブね。うん、いろいろ守るからって感じなんですけども、あの全然申し訳なくないですよ、これね。申し訳なく、あの楽しまない人の方が申し訳ない感じだから、当たった人はもう精一杯我々の分まで魂を込めて楽しんでくださいね。まあ、あの大声出せないけども楽しんでください。その方が外れた人も
報われる感じがするんで、まあ、人によるかもしれんけど、私の場合はもう報われますね。楽しんでくれてる人の方は。ただ私はまだ追いつく、後半追いつくタイプなんで、ちょっとまだこれからね、あのファミマとセブンイレブンがあるんでね、そこでちょっと頑張ろうかなと思ってますね。え、私も一緒に行く予定の人はミスティルファンです。あ、一緒に行くってことは一緒当たってるってことなんですか、ミスティルファンの人と。そうか、そういうこともあるんですね。まあ、フェスぐらいしかないので、そういう違うファンと行くっていう。これはまあ、ビエル・ミスチルというね、この、大人気アーティスト、2大アーティストがね、来るから、ね、こういう機会ってもうほとんどないと思います、今、これからも。ないと思いますんで、すごく貴重やと思いますね、ライブ自体が。あ、YM さん、YM さん、諦めたらそこで試合終了です。そう、諦めたらそこで試合終了。名言ですね。素晴らしい。このはね、私も思ってます。諦めた試合終了やから、絶対諦めない気持ちで直前まで、ギリギリはね、粘って申し込みたいなと思ってます。はい、その通りです。皆さんも諦めたら試合終了ですからね。うん、名言出ました。あかんかったわ。どのくらいのキャパなんですか。キャパはね、今のところなんですけども、5000人が最大やと思います。1日ね、情報量1万何人か入るんですけども、今の国の基準っていうのがね、イベントの開催の基準が5000人だったと思うんですね。だから5000人しか入れないと思います。間隔を空けてとかね、そういうのをいろいろ書いてましたけども、5000人です。だから当たらんわな。なかなか当たらんよね。当たらんよ。当たった人もすごいよ、ほんと。うん、すごいよな。ただチャンスあります。まだ諦めへんで、チャンスがある限り。そうそう、諦めたらあかん、チャンスがある限りね。せっかくだから私もギリギリなんでね、ちょっと頑張ってやりますよ、ね。私は遠いので配信購入しました、ね、安心の配信ね。まずはもう配信の方をね、購入して備えましょう。で、まあ、チケットね、ライブ行ける方はね、申し込んだらいいかなと思います。はい、みんなミスチルとかどうなんですかね。ミスチルファンとかグレーのファンの方とか、グレーファンちゃう、ね、ビーズファンでミスチルも好きとかグレーが好きとか、うん、そんなんもやっぱいらっしゃるんですかね。世界的にはね、40代の方はドンピシャなんですよ。30代後半から40代っていう方はね、ビーズとともに、まあ、一番売れてた時代ですかね、90年代のね、ミスチルも結構聴いてる方いらっしゃったし、グレーもね、好きな方もいらっしゃるんですけども、最近の若い人はどうなんでしょうね。まあ、ミスチルもグレーも若いファンの方結構いるのも知ってるんですけども、このビーズとミスチル、ビーズとグレーどっちも好きみたいな人、うん、いるんかなと思っちゃったりもしてますね、うん。だから最近の曲も全然知らないんですけども、その時のね、売れた曲はグレーにしてもミスチルにしても私個人的にはいろいろ知ってるんですけども、どうなんでしょうね最近の、うん。まあ、その辺もね、瀬戸利とかその辺もね、なんかいろいろ予想とかねしてくれてる人もいるんですけども、まあ、どうなんでしょうか。予想するのも面白いのかなと思ったりもしてるんですけどもね。なんとミスチルのファンクラブで落選。あら、ミスチルもファンクラブ入ってるんですか、アッキーさん。あ、そうですか、そうですか。20歳ですけど、ビーズもミスチルも大好きです。あ、どっちも好きか。あ、そうですか。どういうきっかけなんやろ。やっぱお父さんお母さんつながりから影響かな。20歳ぐらいからね、ビーズファンはそういうのはそういう形がすごく多いんですけども、そうなんかな。あ、みちこさん、こんにちは、お久しぶりです。瀬戸利予想しましたね。してたね。ねえ、あんまり知らん曲多いんやけども、最近の曲はね、昔の大ヒット曲はまあみんな知ってると思うんですけども、この世代はね、うん、知ってるけど、最近の曲は全然わかんない。他のアーティスト、もうビーズ一色になっちゃったからね。聞いたらまあ聞いたことあるなって曲もあると思うし、あ、好きってファンになる曲もあるかもしれないですけどね。ライブで聞いちゃったらね、多分ミスチルもこの曲好きとかね、なるでしょうね。一回だけね、ミスチルに関しては一回だけフェスで聞いたことあります。すっごい盛り上がってました。うん、まあ知ってる曲もじゃんじゃんね、フェスでやってたんですけども、ね、昔何年、ね、2000年代前半のね、万博でラジオ局の802のね、ミート・ザ・ワールド・ビートっていうのをでちょこちょこ行ってたんですよ、昔ね。2000年前半かな、2000何年か、うん。その時にミスチルが出てて、でちょっとね、うまいこと中に、なんかうまいことじゃなんかごまかしてるみたいけど、ちょっとチケットをね、いただいてね、途中から、
中に入ることができたんですけども、その時にミスチルがね、まあすごかったですよね。めちゃくちゃ盛り上がりました、うん、すごかったですよ。なんかあの印象かな、ミスチルのライブって言ったら、うん、楽しかったな、盛り上がって。だから意外と静かな曲が多いイメージだけども、こう激しくガーッとね盛り上がる曲も多いから、うん、楽しいと思う、うん、でグレーの方で言いますと、まあ、グレーの方に横浜やから、まあ行くチャンスはもっとないと思うんですけども、グレーの方は、ね、長いにねライブ来たことあるんですね。長いにライブ、はい、それでちょっとねあのチケットをいただいてね、うん、あの行ったことあります。めちゃめちゃ長いライブだったんですけども、これがね大変でした。もう、うん、超長いのと曲も多かったのと知らない曲が多かった。そのライブはたまたまちょっと新しい曲ばっかりやったんで、とにかくも知らない曲ばっかりやったからね、ついていくの大変でした。ノリがすごいんですよ、ノリが。あのグレーのライブのノリね、みんなビーズってこうじゃないですか、グレーはこうなんですよ。だから両腕パンパンになるみたいな、ひたすらまだ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 が続くから、あのすごく激しいんで、ビーズファンの方頑張ってください。グレーのね、あの横浜アリーナ行かれる方、めちゃめちゃ激しいです。また違うカラーになるからね、ビーズは違う、盛り上がりっていうのがありますから、まあその前に当たった方はね、また予習復習、いや予習だよな、 DVD 見たりとか、まあ YouTube なんかも流れてたと思いますけどもね、 YouTube でライブのを見たりとか、そんなのしてね予習をしていった方がより楽しめるんじゃないでしょうかね。うん、まあね、ライブ構成はどんな感じでしょうね、コラボってどうやってやるんでしょうねっていうように、そうですね、まあ、前半ビーズ後半ミスチルとか、うん、多分ね主催がビーズやから、前半がミスチルで後半がビーズかなと思いますね、うん、どうでしょう、わかんない、うん、実はビーズの次に行っているのはミスチルなんですよ。そうなんで行ってるんですか、世代ですもんね。ひょっとしたらね、ライブもミスチルがやってビーズなんですけども、一緒にこう合わせてやるようなこともあるんじゃないかなと思いますね。一緒に歌うね、演奏してぶつけ合うみたいな、うん、何の曲あるかとか全然わかんないけども、そんなのがあったら面白いですよね。まあいろいろみんな予想してる中でね、新曲とかなんかそのグループの新曲があるんじゃないかとかいう話もねちらほら言ってる方もいらっしゃったんですけども、ね、新曲やったらまあ未発表であるよりもそろそろもう発表されてもおかしないかなっていう感じやから、うん、可能性は薄いかなと思うんですけども、まあありえないことはないですよね、うん、共同で作った曲とか、うん、ありえないことはないけども、それやったらね発表すると思うんですよね、うん、だからまあ今の従来の、まあ、代表曲的な感じ、お互いのそれをちょっと歌うね演奏する可能性はあるかなと思います。お互いのトークとかめっちゃ聞きたい、ね、トークもそうか、 MC あるかな、あるかもしれないね、うん、なんかね意外な感じでしたね、稲葉さんと桜井さんの、ね、対談がありましたけども、あれもすごく意外な感じでね、急に始まりましたけどね、あれもね予告なしにすごく意外やなと思いました。まさかこの2人がっていうのはねあったりしながら、まあ、普段はねビーズもミスチルもね、もう年がら年中ツアーをしていたりとか新曲作りとかなんかもう忙しい中でねずっと回ってるから、この2人がね一緒のところに来るって、まあ、Mステぐらいかなぐらいだったと思うんですけども、会えた感じでね、対談もしたりとか、まあ、今回のねこういったコラボのライブができたりするのは本当に貴重だと思いますよ、ね、トークを聞きたい。でグレーの方なんかはもうグレー自体がビーズのファンじゃないですか。もうめちゃめちゃグレーのメンバーみんなビーズ好きなんですよ。ライブ見に行ったりしてるから、だから多分ね喜び爆発させて絡んでくると思うんで、それもそれで盛り上がるやろなと思います。もうすごく好きでしょグレーのファンの方もね、だからそれは楽しいなと思いますね、はい。そしてですね、そしてドリフェスなんですけども、うん、テレ朝のこれは申し込みされましたか。ドリフェスはみんな申し込んでないんかな、まあ、関西の人はなかなかねちょっと向こうまで行くのはどうかなという感じはあると思うんですけども、ドリフェスどうですかね。関東の人だとまだね近場の人だと行きやすいかなと思うんですけどね、これもだって結局はね上限が5000人になるとは思うんですけども、
どうなんでしょうか。ドリフェスは誰も申し込んでないドリフェスで、これはまあフェスだから、まあ、6組ぐらいいたかな。でもこの日にちがやばないですか。9月23日、ね、9月23日イナバースデーの日に、出演する、ね、ビーズがフェスに登場します、うん、これはやっぱりちょっとお祝いも含めて見たいなと、一緒に合わせたいなっていうのもあるし、ひょっとしたらそういうメンバーからのなんかあるかもしれないですよ。バースデー的な感じ、稲葉さんのバースデー的な感じのサプライズとか、そんなもひょっとしたらあるかもしれないですね、うん、ドリフェス、え、あ、え、なんだろうね、ドリフェスさ、ドリフェス当選さっきしましたか、ね、そうそう、6時にね登録発表なんですよ。ドリフェスはかなり当選した方いますよ。マジ？なんでそんないるんやろ。そうなんや。あんまり申し込んでないってことかな。でもフェスでも、10何曲、あの2015年にね、あのビーズが出た時は12曲ぐらい歌ってるんでね、まあ1時間ちょっとぐらいかな、うん、やってるんで、結構まあ鳥でね出てきたというお話、行った方の話なんですけども、まあ、なかなか盛り上がったっていうことやったんで、まあ遜色ないぐらいで楽しいとは思うんですけども、あんま申し込んでないんかな、うん、休みが取れずエントリーしませんでしたね。タイミングもありますよね。確かに、さすがに大阪からは今関東に行きにくいので、ドリフェスなくなる断念、行きにくいですよね。確かにその断念もあるから、そうか、そうですよね。申し込んでない人もいますよね。で、私も最初の時はなんか悩みました、うん、ドリフェス申し込むのか、一時の時はね。で、なんかピアノなんかカード作らないかんってことやったんで、そのカード作るんがちょっともう落としなと思ったんでね、見送ったんですね、一時は。でもね、やっぱり一回はこのなんていうかな、ユナイトの方が当たらん可能性も出てきたぞとね、出てきたぞと思ったんで、やっぱドリフェスも当たったら行こうかということで、とりあえず申し込みしようということで、今回の分は申し込みました。で、6時過ぎてるか、これもちょっと抽選をちょっと見てみましょう、見てみましょう。これは申し込んでるんですよ、はい、登録発表6時でしょ、知ってるんですよ。これも見てみよう、来てるんかな、メール来てない、ちょっと来てないかも、ちょっと待ってよ。ピア、ちょっと見ますね。開いちゃっていけない、やば。あの今ちょっとパスワード入れたらね、もう見えたんですよ、見えました。あのね、ドリームフェスティバル詳細押しようかな、詳細押したら、あ、またパスワード、ちょっと待ってよ、みんな見間違えちゃう、これ、え、違うの、あの、すいません、当たってしまいました、当選です、ドリフェス当選しちゃいました。マジか、あ、外れるもんやと思った、ま、た今言ったようにね、ほんまダメ元な感じと思ったけど、あれ当たりました、1枚で申し込んだんですけど、あれ当たりましたありがとうございます。ということは会えるってことかね、え、東京行くのか全然思いもしなかったんですけど、これ準備しなあかんやつやん。あ、そう、当たりました、マジでありがとうございます。当たりました。ドリフェス、9月23日、ドリームフェスティバル2021ですね。あの、当選しましたんで、もう一人で行ってきます。はい。ね。幕張メッセ、どっかちょっと全然わかんないですけども、ちょっとこれから段取りをしてね。ああ、びっくりした。もうなんかパスワードを打った瞬間もう見えちゃったんですよ。ボタン押すんかなと思ったら。当たっちゃいましたわ。誰か逆にいないですか？これめちゃくちゃ関東アウェーで寂しいんですけど、逆にまあ楽しんでいきますよ、はい、行ってきますよ。ああ、当たりました、当たりました、はい、結構当たりやすかったのかな、みんな当たってますよって言ってる人だってね。でも会える、会えるわ、しかも9月23日か。でもね、結構ね当たらんとって的なこと言われてたんですけど、23やからうちでちょっとパーティーしたいとか言っててね、ごめんなさい、ちょっとお店9月23日はあのお休みさせていただきます、すいません。ライブ行ってその代わりもうお土産話をいっぱい
しますんで許してください。当たっちゃいました。はい、お土産話ということで、はい、させていただきます。あんま当たったわ、びっくりした、ありがとうございます。はい、ということで楽しんでいきます。もう全然考えてなかった。これ23ってことは、そっか、あのムナイトが終わってからですよね。ムナイトが18、19とかそれ終わってからとかのタイミングですよね。分かりました。そしたらちょっといろいろ考えなあかんな。関東の人いらっしゃいますか？会えたら会いましょうね。そんなわちゃわちゃできませんけども、私もアウェーなんで静かにこうやっていきますけどもね。ほんで、そっか、そうですね、イルマのマスター、あ、フズのマスターね、当たってましたね。ね、運いいっすよね、うん、あららら、当たりましたね、ありがとうございます。はい、ちょっと全然ね、あの当たるつもり、当たる予感してなかったんでびっくりしました。久しぶりに当選で見たわ。え、ほんまに久しぶりやわ、見た。はい、これは行ってまいります、段取りします。うん、だから、あの当たった方教えてくださいね。当選したんだからお休み仕方ない、申し訳ない。それだけはね、ちょっとね、ズキってくるわ。あ、千葉ですか、千葉、近い、地元ですよね、千葉って。幕張って千葉ですよね。千葉だから、ね、地元だからか。これ、帰られへんやつやな。なんか、いろいろ段取り考えないといかんな。23日ですか。でも、会えるってのは嬉しい、でも。うん、全く会えないと思ったから。うん、よかった。はい。うわ、嬉しそうですよ。嬉しいですよ。ちょっと動揺してますけど。よかった。はい。ちょっとね、これはもう段取りしてね、行ってね、レポートもしますから、ね。そんな激しいことはできないけど、これってグッズあんのかな？グッズはちょっと全然知らないですよね。フェスやから。フェスのグッズあるのかちょっとわかりませんけども、はい。気をつけて行ってまいります。まあ、23日、1ヶ月ちょっとかな。だからこれがコロナとかね、その今のこの状況はまだ不安な部分もあるけども、まあ、自分の体調管理もしつつ、情勢もあるから、まあ、その辺はね、気をつけながら、準備をしたいと思います。はい、ね、家に着くまでがライブです。はい、分かってます。はい、家に着くまでがライブですね、名言。そう、みんなそうですよね、気をつけて行ってまいりますね。ということは、はい、この段取りをします。また教えてくださいね、うん、私も情報はちょっとあればね、まあ、興味ある方に対して発信はしたいと思いますんで、まあ、参加される方ぜひね、ご連絡ください。はい、会えたら会いましょうね。横浜は外れましたか。まだチャンスはあります。で、私まだ抽選結果、申し込みか、ユナイトの方は、ファミマとセブンイレブン、これからファミマを申し込んでます。で、セブンイレブンをその次、来週くらいかな、申し込みね、そっちを申し込みたいと思いますんで、はい、準備をその辺もね、当選を願いながら皆さんと共にね、当選願いたいと思います。あ、めっちゃ動揺してるわ。という感じの報告でしたね。今回ね、このユナイトもひょっとしたら、まあ、今回これ今ね決まってるもあるけども、ユナイト01っていうことは、っていうことはなんですよ、本当ね、02、03があるんじゃないかとね言われております。まあ、みんな勘ぐりますよね。そらね、01ってまだわざわざ01って書いてるんで、これあるんじゃないかなと思いますよね。だから、まあ、その発表とかも、楽しみじゃないでしょうか、ね、次々と出てくるのかなという感じですね。はい、だから02、03の情報とか出てもまたね、皆さんと、楽しみを共感できたらと思います。まあ、チャンスはまだまだ先にもあるってことですよね。ビーズに会えるチャンスはあるってことなんで、またトライできる範囲でね、トライしましょうね。いろいろ気をつけながら、健康管理をしながらね、トライをしていきましょうね。はい、はい、そしたらそんな感じでしょうか。あとはね、情報としましては、8月25日でしょうかね、ファイブエラーズの、DVD ブルーレイが発売されますね。はい、まあ、この辺もね、楽しみの一つなんですけども、まあ、なんといってもね、まあ、5本立てで皆さん買ってると思うんですけども、なんといってもドキュメンタリーがあるということは、まだ皆さん見てない部分なんで、ビーズのメンバーの裏側が見れるっていうね、そういう貴重な映像が見れるってことの楽しみがありますんで、まあ、8月25日楽しみにしたいと思います。まあ、その辺もね、見た情報感想とか、その辺もバーッとまた SNS に上がってくると思いますけども、楽しみにしましょう。はい、まあ、本当ね、ビーズの行動力、前に進んでいくね、
我々に対してもいろいろね、サービスしていただける、ね、ことに感謝しながら頑張っていきたいと思います。頑張っていきましょう皆さんね、うん、という感じで、そういう感じになりました。はい、いかがでしょうか。いきますね。はい、という感じで、今日は、ユナイトね、ユナイトの抽選は、クラブジムの抽選は落ちましたけども、ね、なんとドリームフェスティバルの方は抽選当選しましたということで、はい、万歳ということでお別れしたいと思います。では皆さん、また気まぐれ配信でいくんですけども、また会いましょうね。はい、ではせーのね、顔がにやけ、にやけるわにやけほんまにやけます。ごめんなさい、ね、ごめんなさいね。はい、お祝いしてきますんで、ね、稲葉さんの誕生日お祝いしてきますんで、はい、じゃあせーの、お疲れ、またね、会いましょう、バイバイ。